ゆらりです。ゆなです。アリアです。ピンクラテ TB 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は春のトレンドコーデ対決です。イエーイ。はい、でここがじゃじゃん、ピンクラテのプレスルームです。この中から選んで対決をします。頭からつま先まで全身コーデをしていきます。はい、制限時間はですね10分。短い、30分ください。もう10分で、ね、頑張りましょう。頑張ります。そう、私は新中学3年生で新小学6年生新中学1年生なので、それぞれの年代別のね代表として私は最年長として頑張ります。私は最年少として、私は普通として頑張ります。それではスタート。鏡ないですか。いやでも迷うな。多分ね、あの二人がかっこいいと思うから。うん、迷うね。野球少女みたい。次ちょっと迷い中。ガーチョにするかスカートにするから悩んでおります。かっこいい系にもしたいけど JK にもしたいです。上二つ似てるけどちょっとどうしようかなと思って悩んでます。3、2、1、終了。選びました。選びました。選びました。それでは着替えていきたいと思います。どうぞ。どうぞ。着替えました。今から順番に一人ずつコーデの紹介をしていきます。はい、私のコーデのテーマはネオンスポーティーです。今流行りのネオンカラーを帽子とこのファスナーのこことあとここ。このベルトのチャラチャラみたいなやつと帽子にネオンカラーを取り入れました。あとは今流行りでもあるこのヒョウ柄取り入れました。私らしく春のトレンドを取り入れることでスポーティーな感じになりました。白黒にアクセントとして蛍光色とか柄物を置いたりしてます。このシャカシャカ素材もこの春着てると思うのでとてもいいと思います。はい、以上です。私はこんな感じです。対戦相手の2人ともクール系でいくかなと思ってバディ系にしました。今年の春はベージュがトレンドで、あとプリーツもトレンドなんでベージュとプリーツにしました。ここのチェックとここのチェックで合わせました。お出かけとかガーリー系にしました。黄色のイヤリングもポイントです。この中は半袖なんですけど、ちょっと春でもちょっと寒いなって思った時にこのカーディガンを着たりします。このレースも今年の流行りなので入れました。こんな感じです。テーマはギャルっぽ JK です。まずオフィシャルは春のトレンドなので取り入れて、スカートは黒とか静かめの色でまとめたんですけど優しい色になるかなと思って取り入れました。ハートのピンクのメガネはサングラスはちょっとギャルっぽくして、でピンクは結構春には人気なのでピンクにしました。ウエストバッグはウエストとの相性が合ってないかなと思ったからリュックっぽくしてみました。以上です。はい、3人の紹介終わりました。2人ともチェック入ってる、うん、かわいいゆなちゃんって感じ。グラさんとかもゆなちゃんっぽい。じゃあ残りのメンバー3人に審査をしていただきます。お願いします。審査員でございます。お願いします。はい、審査員、私がいいと思った人。1位じゃん。もうダメじゃん。もうダメだよね。さすがゆらちゃん、ありがとう。あ、私がいいと思った人。もうだろうね。私がいいと思った人。はい、いいな。優勝はゆらり。イエイ。まあさすがだなっていう、まあ、ピンクラテ TV のおしゃれ番長だから、まあ、やっぱり当たり前の1位かなって思います。流行りを抑えてるのはゆらりなんですけど、ちょっとね個人的に好き。でもチェック
柄と柄じゃなかったら余計いいかなって思いました。バッグがシンプルだったらってこと。シンプルじゃなくてもチェックとチェックじゃなくてなんかもうちょっと大ぶりの柄だったらいいと思いますよ。ゆらりちゃんは黒白でゆらりちゃんらしさが出てる春のコーデでキャップとかいろんなところのポイントを抑えられてたのが良かったなと思いました。ゆなちゃんはサングラスを夏だったので春だったらなくなかった方が良かったのかなと思います。なんか春のねトレンド全然取り入れなかったな。肩置きとかもトレンドだと思う、うん、はい、春のトレンドコーデ対決でした。やっぱりゆらりだった、はい、ゆらりちゃんはゆらりにはかなわないな。置いてあるものとか予測してたらしいです。全部予知してました。投資できました。全く私も優柔不断だから全然決めれなくて時間なくてカバンが結局ないっていう反省点があります。もしこの動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。